YouTube! Day 9! Day 9? そんなもんか。9日目だな。今日は釧路まで行くぜ。釧路付近まで行くぜ。250キロぐらいかな、今日は。一回500キロとか走っちゃうと、200何十キロとかなんか、すごく近いように感じる錯覚を起こすけどさ、200後半ぐらいまでなってくると、それって九州だと、福岡から鹿児島、だから九州縦断できるぐらいの距離っていうことに気づいた。高速道路の話だけど。いやー、そんぐらいあるよ。北海道広いね。九州何個分だろうね。で、明日が14日なわけだが、明日、あそこ行こうと思いますね。日本で一番東の部分っていうのかな、最東端、そこが北海道のなんとか岬ってところがあるらしいんで、そこ行ってあとは稚内に向かうだけですね。15、16の夕方に向けて。旭川はいいとこですね、比較的。旭川はなんか山口って感じがしますね。山口県徳山市にちょっと昔住んでたけど、そこに近い感じを覚えるのはこの田舎っぷりといい、あと駅前の微妙な繁華街ぶりといい、そんな感じですよ。で、今日の夕方にテラさんがやっと北海道に上陸する予定なんで、事故でなければ。ワンチャンあるとしたらいつだろうな、14日かな、14日の夕方ぐらいワンチャンあるかもしれないですね。もしくはもう全然違うルートでお互い走って16に再会。まあ16に3人がこう、ウィーって出会うのが一番感動的だよね。2人は先に、で最後1人っていうよりも、3人が一緒にウィーって最北端でウィーってする方が、まあ感動的っていうか絵にはなるなと思う YouTuber 見習いです。ファーク、ファッキントラック、もうマジでトラック。この美しい BA の丘ともしばらくお別れですね。1週間後もうワンチャンあるかもしれないですけどね。もうワンチャンなくても別にいいけどさ。いやー、しかし BA は綺麗なとこでしたね。北海道来て一番綺麗なとこかな。函館の夜景よりもこっちの方が綺麗ですね。形が素晴らしいよね、街全体のね。本物の丘を見たって感じでした。そういえば今はね、今日230キロ走るわけですけども、9日間ここまで、8日間かな、今日は9日目の朝ですから、まあ8日間ずっとこうツーリングをしてきたわけですけども、すごく困るのはね、 Google マップ使用におけるバッテリーの減り方ですよね。もうこれがね、やっぱね、あの1日の中での本当に一番の課題で、もう朝はもうギリギリまでもう 100% まで充電しておくわけですよ、絶対に時間作って。で、そこからこうレディーゴーですよね。1日500キロ走るとなれば節約術が必須なわけです。で、1日300キロでもね、もうギリギリですよ。いや、てか下手するとつけっぱなしにすると100キロ程度でもね、もう気づいたら、うわ 20% 残量切ってんだけどみたいなってことになるわけですよ。でね、 Google マップっていうのはめっちゃ便利なんだけど、俺 iPhone5 ですけど、 iPhone5 のパターンだとですね、バッテリー容量の関係で1日ギリギリ持たないか持つか持たないかぐらいです。これが Xperia Z2 とかになると、まあ全然余裕なんだろうけど、まあ iPhone 持ちでスマホで、今ナビしてる人実際多いと思います。でね、やっぱね、しっかりバッテリーを持たせるためにいろいろ考えて、俺の中で。で、一番ね、やってた方がいいのは、まず1日のその経路が示されますよね。今日は例えば BA から釧路まで行くってなったら、釧路までの道がいろいろ示されるじゃないですか。で、その中ですごく長い期間ってあるんですよ。もうひたすらまっすぐっていう期間があるんですね。ここの何十何号線77キロ直進とかあるんですよ。で、そういうところはもうマップオフですね、にした方がいいっていう。もうこれ、まあ、やってると思いますけど、みんな絶対やった方がいいですよね。で、複雑なこういう市街地走るときはもうしょっちゅう右行ったり左行ったりあるんで、こういうところはつけっぱなしにしてた方がいいですけども、極力ナビ見なくてもいいっていう期間は Google マップのね、ナビ機能をですねオフにした方がいいですね。ナビ機能っていうのは Google マップっていうのは経路を示すだけだと別にバッテリー食わないんですよ。だから、ここからここまでって設定してしたら経路が示されますよね、青い線で。で、それだけだと別にバッテリー食ったりしないんですよ。だけど、ナビを開始っていうボタンを押すと、もうずっと GPS がオンの状態になってですね、バッテリーが消費されるんですよね。で、それで液晶つけっぱなしにしてる状態が一番バッテリー食う状態です。で、次に液晶を消して、つまりホームボタンで Google マップから抜けるんですよ。ナビを開始ってボタンを押した状態でね、で、ホームボタンを押すと液晶消えますよね、ホーム画面になって20秒ぐらいで。で、そうなったらね、まあ電池のバッテリーの容量が、液晶が消えますので、そうだな、何十パーセントどんぐらいだろうね、なんか感覚としては4割ぐらい減るのが遅くなる感じがしますね。で、その時はね、マップ見えないじゃないですか。でもね、曲がらないといけないポイントに来ると、この先右折とかこう表示が出るんですよ、通知のところで、ホームこの真っ黒な画面にね。だからそれを見て曲がればいいんですけど、幾分ね、このね、表示がね遅いんですよ。だからもう通り過ぎちゃったところで、そこ右折でしたみたいな感じで言ってて、遅い
あるからあんまりこう使えないですね。でも基本的には77キロ直進とかそういうもう滅多に見る機会がなくなる時は、まあ、液晶オフにした方がいいですね。ってやるとですね、あの1日500キロでも結構持ちますよ。もうひたすら直進のところではオフ、もうもしくはナビもオフと、液晶もオフにしてナビもオフにすると。でなんか微妙な距離、この先11キロを右とかそういう10分程度でついてしまう場合はあの微妙なんで、液晶だけオフにしておくとかね。お、危ない危ない、ここ液晶だけオフにして数値で確認するとってやると4割ぐらいあの減りが遅くなりますね。で市街地ではもう基本的につけっぱなしの方が迷わずに済みますね。っていうこう3つの使い方をするとですね、結構割とね持ちますね。で重要なのは道の駅とか行った時にモバイルバッテリーですぐバッテリーを充電するってことですね。この時間がもったいない、あこの時間を無駄にしない方がいいですね。ナビをオフにしてる時は基本的にずっと充電をするっていうぐらいで、だからね俺は飯食ってる時とか、あと観光をする時は、あと温泉だね、温泉する時なんかは基本的にモバイルバッテリーにつなげて iPhone をで温泉入ったり飯食い行ったりしてますね。ふぅ、無料高速道路に来たぞ。結構ライダーが走ってる、いっぱい前を、みんなあっちで釧路方面に行くんでしょうね多分。ここ77キロかな、走りっぱなしですね。結構向こうからもねこっちに来るんですよライダーは。高速やえってやつやな。高速でやえはなかなかできないからな、これは貴重な機会かもね。おっしゃ、全裸体験、ほら来たぞ。高速やえだ。ここね横風がめっちゃ強いよ。あの新潟行った時のあの暴風の中を抜けた時にちょっと似てるぞこの感覚は。横風注意の看板がたくさんあるけどさ、ここは横風強いですね。なんだろう、山風ってやつ、適当。でも景色はいいね。うおー、すげえ、これは綺麗な高速道路だ。おやおやおや、危なかった今の人。ってか風がすごすぎてこれ聞こえてんのかこれ。待って、俺ものんびり来たけど、さすがにあのトラックの前には来たいな。あの前に入らないと絶対あとめんどくさくなるから。ってか怖えよ、こんなところ、こんなトラックの後ろ走ってられるかバカ。あ、来た、後ろのアメリカがついてきたぞ、シンプソンの。行くか、レッツロック。見よ、この景色。これなんだろう、トウモロコシかな。今ね北見に向かってる途中なんだけど、想像以上になんかまた綺麗なところに来てしまったから止まっちゃったよ、 GoPro 撮るために。どこだここ、すごいね地平線道路が。国道333号線だって、いっぱいお金が出てきそうな道路だな。お金落ちてんじゃねこの辺。再開です。綺麗、めっちゃ綺麗だぜ。プラの BA じゃなくても全然綺麗ってのはもうすごいよね。ひゃー、なんなんだ北海道は。日本にあって日本にあらず、北海道の風景は本当に北海道にしかないよな。うおー、すげえ、ずっと広がってるね田んぼが。うわー、 GoPro でちょっと届かないかな。左の風景は GoPro でも見えるだろうから。右も綺麗だぜこれ。やっと終わるぜ、長かったぞこのトンネル。関越かっつーの。そして寒い。あ、そう、寒いといえばね、今もう道東に来てますね。あの北海道の東の方ですけども、寒いです。ここはめちゃくちゃ寒いです。秋ですね完全に。気候としては東京に住む人間からするとこれは秋です完全に。もう汗一つかきませんよ本当にね。なんかね平均気温がね20度ぐらいなんですよ。でその状態で60キロ走行とかするじゃないですか。 めちゃくちゃ寒いですよ。でさっきあの高速道路走ったんですけど、そこなんか10キロって出てて、もう寒くて寒くて走ってらなくて、さすがに道の駅で止めてジャージを着込みましたね。今だから中に半袖のシャツでしょ、でその上にジャージで、その上にまあこれメッシュ、フルメッシュだけどジャケット、結構暑苦しいジャケット着てるんですけど、3枚着ててもね寒いですよ今。だからね暴風インナー今日つけようかなとジャケットに。そんぐらいね道東は寒いです。どこも低いところでも寒いです。でこれ日中こんな寒さだから、夜になるとね走行してなくても寒いんですよ。夜寝るときなんかもう19度とか18度ぐらいまで下がりますから、シュラフにねちゃんと車で寝ないって寒いですし、そもそも半袖じゃ多分ね風邪ひきますね。だから長袖ジャージで、んというか北海道入ってからは別に函館でももうどこでも長袖ジャージを着て基本的には寝てますね。それでも朝ねちょっとううってするぐらいですよ。なんか汗ベタベタであーちゃーっていうような寝起きは今まで一度もないので、やっぱ北海道ツーリングするときはもうなんかコピペにもなってますけど、絶対に長袖ジャージとかねあの持ってきた方がいいですね。すぐに羽織れるものを1枚持っとかないと風邪ひくと思います寒くて。なんか無料高速道路が
渋滞してきたんで、ちょっと雑談を。これ結構ね、総重量30キロぐらいあるんですよね、今回のツーリングで。だからホーネットは乾燥重量がいくらだっけ、160ないぐらいなんですけど、150何キロぐらいなんですけど、今だから180キロ近くあるんですよ。下手するとちょっと SSE 近くあるんですね。カウルフルカウル状態と同じぐらい の重量になってるんで、非常に安定してて走りやすいっちゃ走りやすいですね、コーナーなんかは。やっぱね、重いからね、なんかストレス上がるんだよね、運転しても微妙にね。なかなかこうトルク不足で前に進まないって思います。まあなんとかこうストレスを減らして走りたいなと思ってて、荷物の積み方をこう試してみたんだけど、結果としてやっぱり自分の体に何か荷物とかリュックを密着させてるのが一番ストレスになるなって思いましたね。俺割とリュック四六時中こうつけてツーリングする派だったんですけど、今回はもう何日間も走行するわけじゃないですか。ってなるとね、1日か2日だったら全然我慢できるリュックがもう邪魔でしょうがなくて、肩痛くて背中に何かくっついてるってこと自体がすっごいストレスになってきたんで、今外して走ってますね。キャンピングシートバッグの紹介の時に話しましたけど、これはさらに上にね、物を詰めるようにね、 D リングがいっぱいついてるんですよ。でそこにモトフィズ のツーリングネットが、ツーリングネットを使ってもうリュックもくくりつけてますね、後ろに。だから今は自分の身一つで運転してるという。こうするとね、だいぶストレスフリーですね。考えようだね、リュック超邪魔だもん。だから財布とかモバイルバッテリーとか、そういうよく使うものはタンクバッグの中に放り込んで、貴重品とかね。でそういうのはもう、まあ、なんかご飯食べに行くたびにタンクバッグから取り出してポケットに入れて持っていくっていうスタイルに今変えましたね。まあだいぶ楽になりました、おかげで。サッカー気になってんのがさ、本当にさ、コンビニが こんなメイン道路だよ、ここ一応。これでもメイン道路なんだけど、綺麗だな、どうでもいいけど。こんなさ、メイン道路の付近を走っててもさ、さっきから50キロぐらいコンビニは本当に一軒もないんだよね。セイコマも全然見てないんだけど。いやー、やべえ、本当ガチ田舎だわ。リアルのんのん日和。あとね、ちょっと怖いのが、ガソリンスタンドもないんだよ。北連がない、北連が。なんかね、ちょっと心配になってくるよね、こういうのね。だからさ、のんのん日和でさ、今度コンビニに遊びに行こうよ、とか言って、ああ、行くの、行くの、つって、ああ、でもそこ、チャリンコで何時間かかかるけどね、とか言って、半日だっけ？半日かかるんだっけ？とかなんかいう会話があったような気がしますけど、まあ、半日なのか何時間なのかちょっと忘れちゃったけど、あんな感じ冗談抜きでね、そういう田舎あるんだなっていう。だって、一応ちらほら民家みたいなのが見えるもんね。そういうところでさ、住んでるとさ、本当にコンビニまで、ていうかチャリンコで行けるのか果たしてっていうような距離だよね。やっぱりのんのん日和はフィクションなの、チャリンコじゃ行けないの。なぜホタルが、ホタルの一家がさ、あんなところに転勤になったのかがわからんぜよ。おおフラノかなまた丘を抜けるとそこは平野です。ってかここも大概綺麗ですよ。あれでもなんか似てるようで全然フラノと違う、なんでだ。久しぶりに来たぞ、久しぶりに。もう道東じゃん、ここ道東東だよ。だからさ、みんなもう野営疲れしてる。だから、ね、あんまハイテンションで開始してくれる人が、もう綺麗だな、ここ。どうでもいいけど、みんなね、もう野営疲れしてからね、えっすみたいな。だから函館のフェリー付近で帰ってくる人たちがさ、あんまりこうテンション低めなのはもう疲れちゃってるんだよ。疲れて、みんな疲れちゃって、もうなんかこんなってかする気になんないから大変なんだよ。もう俺も結構疲れてきちゃったもん。今ので結構体力 10% くらい消耗したわ。ファック、なんでこれ。すげえ。いやー、ずーっと山だよ。すげえな。お、向こうになんか市街地っぽいのが見える。やっとこれで北連フラッグの3本目が集まれそうですね。あれ本当に市街地かな。あ、ちなみにね、今走ってきたところはね、北見だったらしいよ。北見サミー、井の数だけ腹筋なの、あれで有名な北見だった。なんもなかったね、本当になんもなかったね。単純に中心地に行ってないだけなのかもしれないけど、それでもなんもなかったね。うん、Yeah! Let's walk! アバシリが30キロ先らしいわ。ちょっとまだ湖の名前すらちゃんと読み分かってないんだけど、まあなんとかかんとか湖ってのがあるんですよ。っていう小学生並みの知能を披露してしまったわけだけども、まあ、とりあえずそこにね
行くのが今日の目標やで。マシューコには行かないんですよ。マシューコは2周目に取っとく。なんでそこに行くかっていうとね、なんとキャンプ場が近くなるんですよね。湖を眺めることができるキャンプ場が。でね、この間ね、東大沼キャンプ場行って思ったのがね、ロケーションがいいところってすごい居心地いいんだよね。あと人もこう自然と集まってくるから賑やかで、あのキャンプ場としてはすごいベストですね。山の中とかマジクソだよ。黄色くスズメバチしかいないからね。ちょっと最近湖とか 川とかね、こう水の近くでキャンプすることにハマってしまった俺です。というわけで今日は東大沼以来の湖キャンプを目指して、あと50キロぐらい、あと50キロ、ジャスト50キロだ今。爆心するぜ、カモン。ここの国立公園やべえ、レベルが違え。お、なんかしかもライダーがいっぱいいる。 Yeah, let's rock. ヘルメットの中だと喋りやすいんで。